ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンと申します。今回もドラゴンクエスト3スーパーファミコン版の続きをプレイしていきたいと思います。前回サマンオサに到着しまして、格闘場でね、なんと一発で当てるというねということで、続きをサマンオサをね調査してみたいと思います。盗賊の花、まだ2つあるな。ここはサマンオサの町です。王様は夜になると2階で一人で寝ているそうじゃ。なるほど。お城はやばいと。はい。一応お金を下ろしてきましたよ。どうしよっかな。パワーナックル。ゾンビキラーか。なんか中途半端な気がするんですけどね、ゾンビキラー。あ、キジも装備できるのか。ドラゴンシールドいいですね。ドラゴンシールド欲しいな。2つ。7000か。ゾンビキラーちょっと1本買っちゃい、2本欲しいな。1本買いましょうか、まず。生地に。はい。あとはね、ドラゴンシールドの方がいいかな。あんまりでも守備、微妙だな。守備力大事ですしね。いや、ここは守備より攻撃でいきましょうか。ゾンビキラー2本買い。鋼の鞭からもう、ゾンビキラー。あー、残り、ドラゴンシールド買いたいんで、武器を売りましょうか。お、ルーンスタッフ高く売れるね。はい。ゾンビキラーもう1本買えるよ。誰ももういらないか。ドラゴンシールドね、これ買いましょう。猿も装備できるんだ。魔法の盾、魔法の盾もなんか守備、魔法に強そうだけどね。ドラゴンシールドはなんか炎とかに強そうだからね。オッケー。もうあとはいらないね。黒ずきん、鉄仮面、オッケー。もうサマオさんの最強装備になりましたね。いいね。裏口から。この防具良さそうだな。他は道具屋。キメラの翼買っとこうかな。タブヤンがね、マジックポイント、なんか豪傑なんでね、性格が強、性格見てください。猿、抜け目がない。タブヤン、乱暴者。で、怒りのタトゥー装備してるからか、力ばっかり上がっていくんですよね。賢さがもうアホすぎるという。で、武闘家も豪傑ね。豪傑の腕輪で、力重視。僧侶だけお嬢様ね。性別女性。女性のくせにゾンビキラー装備してますけどね。さあ。ここは何だったかな？前回見えましたっけ？宝箱、あと2つあるはずなのにね。お城に行きましょうか、じゃあ。あ、ここは格闘場ですよね。ここにあったりして、なんか。さて、橋を渡って、お城？OK。
猿の花あと1個。私はサイモンの息子。へえ。サイモン牢屋に閉じ込められている。宝1個どっかに落ちてるんですかね、それとも城内にあるのかね。なんかこの辺りにありそう。まあいいか。小さなメダル小さなメダル何個かな今、7つ。10個ぐらい溜まったらね。なんか今光ったような気がするけど気のせいか。こっちはないかな。おっと誰かいますよ。城の勝手口だ。御用聞きの者か。はい。おっと裏口見つけた。多分ここからしか入れないでしょ。おお樽の中。これでもうないのかな。あと1個ある。食事が遅れると死刑。ほう恐ろしや。はべらしてるな。え捕まった。マジか。不届きな王様だな。我々をな、ロトだぞ。ロトの血を引く勇者だぞ。あ、違うな。あら、牢屋に入れられ。でも牢屋の鍵、最後の鍵持ってるんだけどね。悪いな。鍵は開けられるんだ。私は旅の詩人です。遥かロマリアの北東、湖の祠の牢獄で朽ち果てたサイモンのように。ロマリアの北東、私もここで一生終えるのでしょうか。小さなメダルゲット、ゲッチュゲッチュ。いや、ラーの鏡が南の洞窟にある。なるほど、深く言葉に刻んでおきましょう。ラーの鏡を取りに行くんですね、南にね。王様じゃないか。誰かそこにおるのか。おっと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 、深く心に刻み込んだ。マジか。おっと手口発見。こっちでいいんだよね。さあじゃあ南の洞窟にラーの鏡を取りに行くんですね。オッケー。戦闘したくてうずうずしてますよ。あ、ここから出てこれるんですね。その通りですよ。あ、バシルーラね。極楽町にバシルーラされるんだよね。さあ行きましょうか。ちょっと宿屋に泊まってから。はい。ちょっとねレベルが低いんですよね。失礼しました。サマーオンさんに来た時点でこんなレベル低かったかな。レベル20達してない。まだ記事がね、賢者に転職しないといけないのにね。ね、前々回、ヤマタノオロチに敗北した。どんどん進みましょう。武器も買ったし、レベルが低い分ね、武器買えますから。我がパーティーは攻撃重視の豪傑の集まりですからね。魔法が使えない分攻撃がガンガンいきますよ。
ペホイミー。うん、攻撃力上がってる。さあ洞窟、目的はラーの鏡、フローミ、ラーの洞窟の地下1階、そして盗賊の花、フロアにもうないだって。じゃあ忍び足で進みましょうか。この階にはないんだね。このど、あの宝箱用はない。おお、ガメゴン守備力高そう。あっちゃちゃ、おお、タブヤンの攻撃力を上回りました。さてどっちかな、右かな、違うか、一周したな。おお、剣士やばい、ルカナンされた。ペホイミだな。あかん、サルの攻撃が効かない。マジか、ちょっとやばいっすねこれ。さすがにレベル上げが必要か。あ、間違っ、肘は回復薬、みんな寝てるから。肘はベホイミ薬、2人も寝てる。ザメハみたいななかったでしたっけ。ある、あるよね。骸骨剣士を先にやっつけるべきだったのか、ザメハするべきか。ザメハ、よし、タブヤン一人で OK、 みんな復活。すぐマジックポイントなくなる、なくなりそう。よーし、マジックポイントが尽きるまで頑張るよ。左に行こう。あー、どうだろうこれ、右かな。ガメゴンばっかりもう。タブヤン強い。あ、キジダメか。あ、タブヤンが寝てしまうとちょっと攻撃力がやばい。サルとキジだと無理だ。もう鋼の鞭だとちょっともう倒せないよ。ガメゴン腹立った。タブヤンまた眠った。ザメハ、おお、犬、犬ありがとう。お、サルレベルアップ。うん、まだまだ成長期だね。いいよ。お、レミラーマ、レミラーマって何でしたっけ。怪しいものを発見。おお、来たね。これあのその町の中でやると宝箱を見つけられるんじゃない？ねえ。あ、なんか迷ってる。これどうだろうね。シャドウを先やっつけようか。ペホイミ。
あ、ガメゴンっぽくないこれ、シャドウ。骸骨剣士攻撃力ありますね。よーし、経験値高っ。600とか経験値すごいですね。迷ってない、これ同じとこばっかり行ってない、なんかそんな気がする。やばい、完全に迷ってる。最新のね、2015年の最新ゲームとかだと、だいたい、スイッチ押したらマップが出るとかね、全体マップが。やばい、これ2周目だ多分。ありますけど、昔のゲームはね、そんな機能ないですからね。なんか手作りの、インターネットがない時代はね、手作りの手書きの小学生の時なんかマップ作ってましたもんね。ダンジョンってすごいよな。靴っていう概念ね。あ、やっぱこれさっきと同じ場所だ。ショック、ゾンビマスターシャーマン的なやつですね、こいつ。ああ、魔法トラはつらい、やめてくれー。あ、肘のマジコインで奪われた、もうダメだ。ああ、やばい、リデミットできなくなっちゃうよ。対局ですねこれ一旦ね。あ、ザオラルすんの、すごいな。初めて見たザオラル。俺のマジックポイントを使ってザオラルしやがって。ゾンビマスター、あー、ザオラル腹立つ。しかも失敗しないのかい、ザオラルで失敗しよった。これ確か生き返ったやつを倒すと、あ、やばい、経験値また増えると思うんですけどね。結構これすごい経験値になるんじゃない？どうだ？大したことないな。ウヤン成長期。嘘でしょ。タブヤンマジックポイント上がらなかった。まずいなこれ。そろそろ乱暴者やめようかな。怒りのタトゥー。まあいっか、戦士系でいきましょう。リレミと覚えてるのはタブヤンだけか。リレミと、いやー、参ったな。退却ですよ。ちょっと一旦、アリアハンに戻ろうかな。お金預けていきましょう。ちょっとついでにレミラーマの、盗賊の花。あ、もう宝ないのか。宝ある町があったらね、レミラーマで調べたいと思います。預けましょう。3000、なんとなく1000ゴールド手元に置いておきたい派ですね。薬草も買えなくなるからね、ちょっとで自宅に戻るのめんどくさいから宿屋に泊まるという贅沢なね。すぐそこに実家があるのに帰らないという。さて、行きましょうか。タブヤンね、マジックポイント少ないから、ルーラももったいないんでね。キメラの翼買い込んでます。さあ、もう一度サマーモサリベンジ。
さあ、あの鏡。完全にま、ああ、ここの敵も強い。まだあの、サマオーサ周辺の敵を攻略してないのにね、洞窟に向かうという、無謀さ。洞窟の中の敵の方が強いよね。うわーやばい、極楽町バシルーラしないでよ。おい、早くあのキジさんがねレベル20になってほしいんだな。で賢者に転職したいんですよね。以来、あ、シャーマンでしょ、やっぱりさっきの名前忘れたけど、シャーマンの強い版ですよね、あいつね。マホトラばっかりするやつ。おかげで退却させられたぜ。シャーマンはシャーマンで腐った死体呼ぶんですね。嫌な種族ですね。やっぱ洞窟よりちょっと経験値が低いな。もう一回行きましょうか。さっき右から行ったから左から行きましょうか。左、あの迷った時の洞窟のクリアの仕方あるじゃないですか。この壁伝いにずっと行くっていうね、大抵の洞窟で通用するんですけどね。あの真ん中が浮いてたら一生回る。例えば円状になって四角になってて、その外堀をずっと左で行っても一周するだけですからね。このルールは通用しないといえばしないんですけど。ちょっとやってみようかな。左ずっ壁伝いに進むというね。迷わない方法。お、キジレベル20になりました。ついに来た。バシルラ覚えました。強さキジ。これであれですね、転職することできますね。今なんかウイルススキャンのウィンドウが出たからびっくりした。よし、あ、どっち、ゾンビマスター先やっつけましょうか。貴重なマジックポイント奪わないでくれ。追われた。しかも生地のマジックポイントが一番さっ、ね、使い道ないから。うわ、シャドウが怖い。シャドウの顔がホラー映画のような顔しました。これうわ。一時停止したい。皆さんやってください。動画で。おー、犬成長低い、遅いな。力プラス10ですよ、見てくださいこれ。すげー、やっぱ豪傑は違いますね。武器いらないね。左伝い。さっきここ通ったよね、でも。一回同じ場所通るんだという。あー、マホトラやめてくれー、腹立つー。みんな力ばっかり上がっていく。
こうやって洞窟でね、迷ってる時も経験値上げるのになってますからね。なんてこの年になるとそういうこと考えてしまいますよね、うん、だから意味はよくできてますよドラクエ3なんて制作者側の意図まで考えてしまいますね私みたいぐらいのベテランになるとね、うん、子供たちには聞かせられないおっとやばい、あぶねえ、ヒットポイントが。この戦いが終わればね、ダーマの神殿に行きたい。なんかおかし、なんかヒントとかがあるのかな、これ。街で聞ける情報とか。これもしかしてスタート地点に戻るパターンじゃね？左、左手に沿って壁伝いに行くとダンジョンをクリアできる例外に当たるんじゃないかな炎上になってて、なんかこれ怪しくない？この砂浜関係ないかな。あ、フローミじゃん、レムイラーマ関係ないか。おっとスタート地点に戻ってきた、マジか、完璧にやられましたね炎上になってるじゃん、このま、この洞窟。左手伝いによくやってたんですけどね、ドラクエ1とかで松明持ってない時ね松明持ってなくても真っ暗な時あったんですけどね。くー、ただいま。2回目失敗ですね。レベルが上がったしいいか。はい、ちょっと時間がね、だいぶ経ちましたんで、この辺りで区切りたいなと思いますけど、ダーマの神殿行って転職しましょう。ひじさん、悟りの書かを持ってないといけないんだよね。悟りの書、貴重な、必要な時使おう。ひじさんに渡すと。はい、行きましょう。もう後には戻れません。もう回復役が転職するとあと大変なことになりそうですけどねこのパーティーでは、い、転職します。タブヤン、愚か者め、勇者を辞めたいというのか、それだけはならん。怒られましたね。はい、じゃなくてキジちゃん、賢者出ました。行きましょうか。賢者、キジは賢者になりたいと思いますか。はい、しかし賢者とは、キジはなんというお嬢様じゃ。どういうこと？ダメなの？お嬢様だと。まあ良い、一度レベル1に戻り修行をし直す覚悟も終わりじゃな。はい、おお神よ、キジが新たな職に就くことを何卒お許しください。レベルアップした。いいえ、おお、かっこいい、賢者っぽい格好、強さ、キジ、お嬢様、経験値ゼロ、魔法メラ、あれ？呪文って覚えたまんまでしたっけ？あ、そっか、なるほどね。転職したら呪文は残ってるんですね。そっかそっかそっか。おーい、
装備は、あ、黄金のティアラが装備できないの。あれ、あ、できるのか。 OK、 今回はここまでにしたいと思います。賢者キジが生まれました。次回からの活躍お楽しみください。それではまた、さよなら。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。